ソ真面目な話してんだ。わたあめの味の議論がか。わたあめにボコボコの村ができるなら、肝心の金の細糸作りでもそうなっちゃうってことね。おお、そういうことか。そこだ。紐引いて回す向きが反転する瞬間、回転力が落ちてどうしてもムラができんだな。どうにか減速なしでスムーズにできないか。なら作るっきゃねえな。人類史の動力革命、ギアを作るの都合よく琥珀の盾、歯車の材料に 100億%ぴったしの形じゃねえか。よし、琥珀にあげよ。ありがとう父上、父上、父上。父がくれた大事なとかのあれでな。はあ、琥珀がよしとするかどうか。いや、みじんも構わないが。これなら一人で一方向にゆっくりでいいし。ひらめいた。あれ、さっさと行くぜ。怪しいな、クロムのやつ一体何を。この金の綿あめをこよりこよりしてコイルに巻く極細線を作る。それをどのくらいの長さ作ればいいのだ。そうだな、だいたいこっから、うんうん、あの山までくらい。完成したぜ、センク。おお、これは。水車だ。やっぱ知ってんのかよくそ。知識ゼロからよくぞこんなもん作りやがったな。自動綿あめ機とかそんなレベルの話じゃねえ。もっと他にあんだろ。金狼銀狼が必死こいて回してたもんがよ。燃料いらずの無限装置でついに自然様の力をいただく。おお、